こんにちは。一瞬で人を引きつける写真撮影作りの写真撮影の背景ボード作りペイントレッスンをしています大浦幸子です。今日もお客様からの声をご紹介させていただきます。質問は撮影ボードを使ってみて嬉しかったことや感じた効果について具体的に教えてくださいという質問なんですが、シフォンケーキがとってもおしゃれに見えるようになりました。そしてとっても美味しそうに見えます。ぐっと華やいだ印象になりとっても気に入っています。毎回の撮影が楽しいですというお声をいただきました。その楽しいと思いながら撮影すると写真にも楽しい気持ちが絶対入っていると私は思うので、これからもどんどんボードと使ってシフォンケーキも撮影してほしいと思います。どうもありがとうございました。